沢諭吉の肖像がデザインされた1万円札をはじめ、5000円、1000円の現行紙幣の製造が終わっていたことが4日、分かった。すでに渋沢栄一らを採用した新紙幣の量産が始まっており、2024年度上半期をめどに流通する予定だ。現在の5000円札には樋口一葉、1000円札には野口英世の肖像が印刷されている。政府は19年、日本の資本主義の礎を築いた渋沢栄一、女性教育を推進した津田梅子、日本近代医学の父と呼ばれる北里柴三郎にそれぞれデザインを切り替えると発表。偽造防止が目的で、今年6から7月に国立印刷局で新紙幣3種類の量産を始めている。